はい、こんにちは、豆と申します。ノエシス02ウカ実況プレイ続きやっていきたいと思います。で、前回は今自分がいるのが夢か現実か、それとも今までのが夢だったのかっていうのがっていうのに、ちょっとしぐれさん混乱してましたね、頭が。ということで、授業中だったですかな、はい、マヤ先輩が話しかけてきた。退屈そうですね、しぐれくん。授業は3時間目を過ぎ、俺はうとうとと眠りの沼へと引きずり込まれようとしていた。先輩がお話をしてあげましょうか。楽しい話か。そうシャーペンを動かす。いいえ、よく眠れるお話です。もうすぐお昼ですから、少しだけ食事のお話をしようと思います。食事といっても特殊な食事の話ですけどね。なんか急に背景が。人が人を殺してはいけない、私たち人間社会での一番重要な決まりです。なぜそう決まったのか、しぐれくんはご存知ですか？知るわけないですよね。一番重要な決まりであるはずなのに、明確な理由を答えられる人間がいない。飢饉や疫病によって私たちは絶えず絶滅の危機に瀕してきた。栄養源がなければ免疫が低下し、病気になりやすく、かかりやすくなります。なので必ず飢餓と病気はセットでやってきたはずです。追い詰められた私たちの祖先は仲間を殺し、食料を奪った。奪う食料がなかった場合、私たちは仲間の死骸を食い漁った。その結果どうなったか、それは震えから始まりました。私たちは肉の美味しさを知っている。豚、牛、鳥、それから肉を食べるのととても美味しいと感じる。おぞましい行為だと思いませんか？それらの肉を食べると。だから人は極限まで追い詰められたら、同じ人の肉を食べたくて食べたくて仕方がなくなる。人には種族を守るプログラムがあった。人の肉には食べたものの頭を破壊する機能がある。私たちにはちゃんと自滅のプログラムが用意されていたんです。人をなぜ殺してはいけないか、いけないのではない、それを行ったら自滅のプログラムが作動してしまうから。人肉を食べることにより、私たちを震えが襲い、高熱を出してそのまま死んでしまう。脳みそはスポンジ状になり、空洞になり、言葉を喋ることすらおぼつかない。人を食べた代償、私たちはそれを払わなければならない。だって私たち人は、個人の生命よりも集団を優先させるように作られているんですから。もしもその決まりを破ったなら、それ相応の罰を受ける。誰に、ではない、自分自身に。もうやめて急に。昨夜見た赤い化け物を思い出す。あいつらはなぜ仲間を食べていたのだろうか。通り魔事件では被害者は頭を引き潰されている。いや、きっと食べているとは口が裂けてもテレビでは言えないからだろう。だからあんな曖昧に濁した放送なんだ。俺はノートを文字で埋める。空腹以外で人を食べたいという記録、食べたという記録は、お腹が空いたから人の頭を食べるというのだろうか。それならば民家の冷凍庫でも漁ればいい、冷蔵庫でも漁ればいい。人を襲い、その頭を食らう。そこには何か呪術や儀式、そんな悪霊的なもの、悪魔的なものを感じた。私たちのご先祖様は人が死んだ後の脳を食べていました。それは飢餓が起こったからではない。埋葬の儀式の一つとして頭を食べていたのです。私たちは進化の過程で、魂は心、つまり心臓に宿ると考えた。でも服をようやく着ることを覚えたようなエンジンはそう考えなかった。人の中枢は頭にある。頭の中の記憶に全てが宿っている、そう考えた何千年もかかってようやく脳死は人の死だと認めた私たち。そんな私たちよりもエンジンに毛の生えたような人もどきの方がはるかに進んでいたんですね。彼らの方がよっぽど人間の本質というものを分かっていた。頭を食べられたのは首長や、なんだ、神官など高位の者たちだった。
死んだものの脳を食べることによってその能力を自分の内側に取り込もうとしたんです。人に一番最初に生まれた原始的な、宗教儀式、それが食人だった。でも脳を食べるというのは危険な行為、一歩間違えればクール病を患って簡単に私たちを自滅させてしまう。だからお葬式は彼岸に死者を送り出す、彼岸に彼らを留める行為は私たちの自滅を意味するのですから。もしお葬式がなかったとしたら、私たちはきっと死者の肉を食い漁っていたことでしょうね。あの化け物どうして頭を食べてたんだ？ああ、いけない。もうこんな時間。私、ブルーチップを台紙に貼るという重要な作業がありますので、それでは。地球に優しいブルーチップ。かわいいリスのマークのブルーチップ。でも私はローズスタンプの方が好き。だってバラの絵柄なんですもの。ブツブツと意味不明なごまかし方をしながら、マヤ先輩は煙のように消えてしまう。聞かれたくない質問だったのだろうか。っていうか、ブルーチップってなんだ？ナユタといい、マヤ先輩といい、たまに俺に通じないほど昔の話題を振ってくる。あの人たちは本当に俺と同い年なのだろうか。そんな疑問を感じながら、俺はうとうとと眠りの沼地に足を引きずり込まれていった。昼休みの千夜先輩は難しい顔をしていた。美しく整った顔立ち、その細い眉にシワが刻まれる。困ったわね。視線は足元の一点、ぐちゃぐちゃになった弁当箱に向けられていた。一応確認しておくけど、事故なのよね？はいはい、ナルトおっちょこちょいなのです。またやったのか？ああ、うん。私もちょっと失敗しちゃったかな。昼休みの生徒会倉庫。千夜先輩から呼び出され、お互いに昼飯を食べようとした矢先。突如空中から降り注ぐ弁当箱二つに俺たちの昼飯は破壊された。明らかにわざとだった。なあ、お前ら、仲悪かったんじゃないのか？最悪だよ。うん。できれば私の手で奥多摩の山奥に埋めておきたいくらい悪いね。敵の敵はとりあえず味方って言うしね。ねえ。ああ、どうすんだよ。千夜先輩切れやすいからお前ら半殺しだぞ。やっちゃってくださいよ、先輩。しぐれくん、その言い方すごく小物臭い、小物臭がするわ。それに私は人間できているから、この程度で怒ったりしないわよ。千夜先輩は小弓とナユッターの襟首をつかみ、それぞれを窓から外にぶら下げる。言ってることとやってることが違うんだわん。ああ、地面遠い。じゃんけんをなさい。勝った方を先に落としてあげるわ。どっちにしろ落とすんかい。両方地面に落ちたら、そうしたら許してあげる。それは遠回しにぶっ殺すって言ってるのと変わらなくないか、先輩。はいはい、隣の人を2回落とせばいいと思います。うわ、ひどい。足が大根みたいに太いだけじゃなく、こいつ性格まで腐ってる。ひどいわね、あなたたち。他人を不幸にしたところで自分が幸せになれるわけないじゃないの、なれるわけじゃないのよ。今まさに二人を窓から突き落とそうとしている人間の言葉とは思えなかった。こいつら本当にひどいな。ナユタは何もせずとも幸せなんですの。姉に人生を振り回されてるあなたと違ってね。先輩とナユタの視線が交差する。その交わった視線の先から空気の重いよどみが感じられる。心を引きずり込まれるようなズキズキとした痛みだった。あなた、面白い過去を持っているのね。ナユタ別に面白くないよ。いいわ、今回は特別に許してあげる。軽々と二人の体を持ち上げ、教室へと帰還させる先輩。小弓は紛れて気がつかなかったが、千夜先輩も恐るべき腕力を有していた。ナユタさん、だったかしら。
あなたも私と同じなのね。俺と小読みはお互いに見つめ合い、頭の、から派手なマークを出していた。てんぺん？昼休みもな、うぅ、待って、消えてての音、ちょっと忘れてました。ちょっとキル。はい。昼休みも中頃の食堂は人でごった返していた。波のように広がる喧騒が入り口から一歩入った俺たちを少しばかり不安な気持ちにさせる。珍しく一緒に行動しているが、俺たちは別に仲がいいわけじゃない。お互いのことを少しも信用してなくて、それゆえに行動を共にしている部分がある。だから目の前にこうやって仲の良さそうな学生の群れが現れると少しばかり躊躇するのだ。自分たちはここにいていいものかと思えば視線の高さが違うのだろう。ナユタはどうだか知らないが、俺たちは実年齢よりも少し積んできた経験が重かった。それが時折不相応に大人びたベールとして自分たちを覆ってしまう。その目の前に垂れた覆いより無邪気にはしゃぐなんてできなくなっていたのだ。小弓の表情が少しばかり憂いを帯びている。瞬きした次の瞬間には彼女はいつもの笑顔に戻っていた。どうしよう、人が多すぎて席が取れないよ。はいはい、ナユタ取って。俺の頭の中を嫌な予感が横切り、ガシッとナユタの肩をつかむ。頭のマカロンが揺れ、彼女は少しばかり驚いた表情を浮かべた。お前はじっとしてろ。どうせろくでもない手段で席を取るに決まってる。でももう食べ終わりそうなグループもいるし、少し待ってれば開くんじゃないかな。そう、じゃあ待ちましょうか。千夜先輩は優雅に左手を裏返し、腕時計に視線を落とした。その姿に前方に座る女子の集団が気づく。ザザザッと椅子を引き立ち上がる音。その集団は千夜先輩に近づき、二言三言を、交わすとそそくさと食器を片付けて去っていく。座っていいそうよ。よかったわ、待つ手間が省けて。ぐいっと俺の服の裾を小弓が引っ張り耳元でささやく。やっぱすごいよね生徒会長さん、人気あるんだよすごく。無言のプレッシャーを放ってたんだろ。怒らせると何するかわかんねえ人間だし。ああもう分かってないよしぐれ、生徒会長さん美人だからすっごい人気あるんだよ。ああはいはい、すごいすごい。そういやさ小弓、こういう場所には雪も混ざるかと思ったけど、あいつ今日は来ないのか。雪ちゃんは、え？友達とご飯食べるからって言ってた。なんだ小弓、声かけてたんだ。それならいいや。なんか歯切れ悪いよね。先に席に着いたナユタがブンブンとこちらに向かって手を振る。じゃあ行くか小弓、奥の席が空いたみたいだからそっちへ。ちょっとどこに行くんだよしぐれくん。スパンと胡椒の瓶が俺の頭にヒットし、仕方なく俺はナユタのテーブルへと向かった。テーブルの上に積まれた皿の山、それは俺を眺めながら深いため息をついた。それは俺を眺めながら皿の向こうへと視線を走らせる。そこには千夜先輩が座っていて、黙々とカレーライスを食べ続けていた。千夜先輩の食べ方を一言で表すと、力士は禁止よ。こちらに目を合わすことなく先輩は言い当ててきた。でもいいな先輩は、全然太らなくて。私寝る前のアイスとか全部我慢しても体重増えるのに。小弓が羨ましそうにフォークを加えながら先輩を眺めている。拒食症だよあの人。クイッと俺の肩を手繰り寄せ、ナユタが耳元でささやく。拒食症？でも先輩は超大食いだぜ。以前先輩と昼飯を食べた時は全くそんなことはなかったけど、この世界になってからの先輩の変化だった。え、拒食症はね、食べないってことじゃないよ、逆。たくさん食べて全部吐くの。あら、千夜先輩の表情がだんだん厳しくなってきた。摂取した食事、今からトイレで全部吐くんだよ、きっと。まったく何と戦ってんだろうね、あんなに自分を追い詰めて。
そんなに私おかしいかしら。ずいぶんよく食べるようになったな、先輩育ち盛りか。胸大きくていいな。小弓が自分の胸元に両手を当て、悲しそうな表情を浮かべる。幼なじみキャラはな、普通が一番いいんだよ。ポンと小弓の後頭部を軽く叩く。人を二次元キャラと一緒にしないでよ。顔を真っ赤にしながら小弓は怒り出す。そのわざとらしい怒り方につられて、クスクスと先輩は上品な笑みをこぼす。なゆちゃん、好きあらば私の、私のスパにタバスコ入れようとするのやめようね。友情の印だよ。お断りだ。楽しいものね、人のたくさんいる食事って。先輩の浮かべる上品な笑顔、その心の奥に俺は密かな寂しさが隠れているような気がしてならなかった。彼女を覆う氷は少しずつ溶けている。だから俺は見届けたいんだ、彼女の素顔。コポコポと加湿器の音だけが響いていた。保健室の入り口に座る養護教諭は俺の顔をちらりと確認すると、そのまま書きかけの書類へと視線を落とす。部屋の奥へと歩みを進め、カーテンを開く。俺の顔を見つけると、彼女は少し表情を曇らせた。また倒れたって聞いた。いつものことだよ。小弓は知ってたのに俺に伝えなかった。私が頼んだの、お兄ちゃんに心配かけたくなかったから。でも本当に大丈夫だよ、こんなのいつものことなんだから。嘘だ、こんなに頻繁に倒れるなんて今までなかった。ここ数ヶ月、ユキの様子は本当におかしい。いつもなら様子見に来なかったら怒るくせに、どうして最近は見に来るなって言うんだ。ユキは何も答えなかった。少しだけ複雑な表情を浮かべ、握った毛布に視線を落としている。暦も変だ。どうして俺をユキから遠ざけようとするんだ。私は日常、この生活を続けたいんだ。だから暦にそう頼んだの。保健室まででもいいから、お兄ちゃんと一緒の学校に通いたい。ユキ。いいの、お兄ちゃん、私は大丈夫だから。それにもう授業始まってる、サボっちゃダメだよ。わかった。うん、いい子いい子。からかうなよ。俺の頭に伸びた腕を、掴み、優しく毛布へと下ろす。引っ込めようとする俺の腕をユキがぎゅっと握り返した。少しだけこのままがいいな、そうすれば治るから。じゃあ今回はちょっとここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチ。